Bio One. Player two. ジョージプロが先行ですね。先行でしょう。先行です。違いますね。相原龍太プロが先行ということになりました。じゃあ高校をチョイスしたんですね。そうですね。西谷ジョージプロね。高校をチョイスしたんでしょうね。はい。さあどんな決勝になるんでしょうか。ジャパンファイナルマッチスタート。シングル3本でした。全部拾われてますよ、フライト、はい、いや大抵その1本目が20のシングル入って、はい、その残りの2本はもう60に入る軌道だったんですよ ね、 多分ね。それが全部、それ全部1本目のフライトに拾われて、おっと互いにちょっとトリプル20を外してしまった状態です。そうですね。ここからトリプル20、トリプル20、もう一本来るか。おお、決めてきました。トミティ綺麗に1ラウンド目をカバーしてきました。長寿プロはどうだ。フライトに拾う、そうですね、なんかそんな感じになってますね、うん、やっぱ上に刺さるとそういうのがやっぱあるんですよね。先行どんどん突き放していきたい有原龍太プロですが、まあ2連続です。赤松さん2連続ですよ。ちょっと西谷選手のお株を奪うようなチンマークのねえ、まあ、西谷君のこその高校を選んだ理由というのは相手の調子も見たいという気持ちの表れでもあるんですか。どうなんでしょう、その辺がちょっと。いや多分自分の出だしの話だと思います。そっちですか。相手が運なんじゃないと思います、ここまで来たら。でも良かったですよね、逆に高校選んでみたいな、なりますよね。あのそう、先行高校が逆だったら結果は変わったかもしれないですけど、はい、仮にもしこれで西谷選手が先行だったら、はい、ブレイクされてますよね。いやそうですねだから、まあ、西谷選手の直感で高校って言ったのはもしかしたら正解だったのかなと思います。なるほど、うんうん、そういう考え方も確かにありますよね。先行はもうどんだけいいダーツして取ってもキープなんで、そうですよね、高校ですごいいいダーツして、でブレイクするっていう方が価値があると思うんですよ。なので今西谷選手はもうしゃあないしゃあないっつって、次のクリケ頑張ってトンポチスタートしなきゃみたいな、7本以上入れたいみたいな感じになってるかもしれないですね。まあ、でも作戦勝ちっちゃ作戦勝ちっていうところもあるってことですよね、そういう意味では、ね、そうですね。でもまあ言うてもね、その西谷選手も最初から取られるつもりでは後方って言ってるわけじゃないので、はいはい、そうです。チャンスがあれば、まあ、そうです、ブレイクをしてスタートして4レグ目で決めるぞぐらいの感じってことですよね。感染ちょっと有原選手の削りが良かったですか。いやーすごかったですね。ちょっと追いつけなかったですね。はい、これ確かに先行選んでてブレイクされた時のでかいですよね。ダメージは大きいですよね。さしかし先ほどのクリケットで見せた、うん、トリプルのシュート率の高い西谷ジョージプロ、うん、クリケット先行で2レグ目スタート。さあでも5本なんでトリプル2本で点数自体逆転できますね、有原選手。ここはもうクローズに行くタイミングですね。もう19、あとはね、うん、そうですね、はい、その西谷選手がその有原選手がまだトライに来ないところでどんだけ、そうですね、点数取って広げて
まだ行くんですね。そうですね、点数たくさん取ってとりあえず主導権握った方がいいみたいな判断じゃないかなと思うんですよね。なるほど、まあまあ、点数さえたくさん持ってれば、はい、こう攻め方自体は割と自由が効くんですよね、うんうん、さあ非常にトリプル、ここは決めてきました。有原龍太プロ強い。ここで50点差です。さあ逆転しましたね。19トリプル、もう案外してきた。面白いこれは。案外しこれはもちろんですね。これはいいですね。さあここはもちろん17、そこも17ですよね。トリプル17トリ、まあ、17に2本投げて 4マーク、はい、で点数逆転するんで、さっきよりも難易度はちょっと低いですね。しかしトリプルもう1本入れたい。さあ18いきますよ。ナイスダーツ。この1本でのクローズというね、すごいですね。話がありますか。素晴らしい、出し切らないという。さあ来ました17。うまいマーク。意地の張り合いですよ。すごいです。これぞ決勝。いやこれはなかなか痺れる試合展開です。ですもう花の刑事の曲でも流れてきそうなぐらい男の戦いみたいなですね。まあ、珍しいですね。でもまあ、ね、うん、そしてあーすごい。どうする、ちょっと考えた。そうですね、いやインナーブルですよ。インナーブルが欲しいです。うーん、これ西谷選手が3本いるんで、はいはい、もしかしたら回ってくる可能性があります。回ってきましたね。そうなので1本でも多くやっぱ点数を取っておきたいんですよね。これは最後まで諦めない。インブル、あ、でもそうですね、ブル3本で5点オーバーですね。5点勝ち、上回りますね、はい、なんでここもう1回5本ぐらい欲しいですよね。2マークス、シングル2本ですね、はい、ブル1本ですね。これは西谷選手よく我慢して取りましたよ。ね、その有原選手のラインマークのね、はい、あの先行後攻逆このひっくり返すところから始まり、そうですね、西谷選手が折れずにまたひっくり返して全部ひっくり返しましたからね。はい、いやこれぞでも、そうです、ファイナルマッチにふさわしいという試合展開です。三連面スタンダードクリケット有原龍太プロ先行です。現状は1対1、1レグ1レグ取って1対1です。ここは逆に今度また西谷選手のトリプル2本で点数は回ります。スリーマークでした。まあ、クローズ1本で仕留めたいですよね。19のクローズ1本で20いきましたね、うん、そして2本目で19ですかね。そうですね、こうなると20ですか。19じゃないかな。20で負けましたね。まあこれで、あ、そうね、トリプルトリプルでしか点数がオーバーできないですね。西谷選手トリプルシングルだと76点までですからね。最後のあの有原選手のシングルの20が効いてるということになります。なるほど、スリーマークでした。はい、
この本当クローズ一本で仕留めたいんですよ、うん、有原選手は。20もう一本ですかね。そして19、うーん、ここはもう西谷選手今のうちに点数を上回って20のクローズトライしたいですよね。トリプル2本入れるっていう感じですかね。おっと、フォーマンス。さあでもこれ有原選手ね、もう2本クローズ先に行っちゃっていい感じですか。先に行っていいと思いますよ。2本先にクローズして最後の1本難しいですよね。随分19クローズするのに時間かかっちゃいましたね。そうですね、珍しいですよね。なんかトリプル18、うん、ナイスですね。まともに2レグ目よりはちょっとこう、うん、そうですね、トリプルのシュート率が、うんうんうん、でもまあ2人ともどこで火つくか分かんないですからね。まあそうですよねと、ファインバー、じわじわ点数差を広げてきています。有原龍斗プロ、西谷プロはここでもう一度クローズに行きました。クローズガラスです。そうですね、2人ともやっぱクローズするのがすごい手間取ってますよね。こっから試合がガラッと流れ変わるとすれば、うん、クローズが決まり始めた時っていうことですかね。そうですね、うん、その例えばトリプルトリプルとかで相手の点数をオーバーして、はい、最後の1本のクローズトライがスパーンって入ったりとか、そこからこう、そう、うん、その辺からこう2人ともパッパッパッって火がついていくんじゃないかなと思うんですけどね、うん、なんかちょっとピリッとしない展開っていうのは引きずったりしがちなんですよね、うん。3レグ目に入ってなんかそういう感じですかね。互い、ねうん、に全然本意ではないと思いますけども。20いきます、ね。クローズいきますが、ちょっと、ね、お互いこう焦ってるんですよ、うん。相手が入ってない今のうちに走りたいとか。それが逆にちょっとこう、お互いがお互いこう焦らせるみたいな感じになってるんだと思うんですよね。うん、日本ここで6マーク入れてきました。有原龍太プロ点数差大きくなりました。西谷プロは少しでも追いつき、うん、先にクローズ。これどうでしょうか。107点差。あ、これはもう有原選手は圧倒的有利ですよね。圧倒的有利、はい、これも18からクローズしてもいいし、17から新しいエリアから取っていってもいいです。はい、もうオープンしたらもうすぐクローズトライに行くっていう感じですか。そうですね、うん、だと思いますよ、うん、だけどまあじっくりこう点数をこんだけの点差があるんだったら点数取り合って、うん、ここしっかりと3本持ってその相手の陣地をクローズできるという状態にしてからクローズ行くっていうのも全然ありですよね、うん。ラウンドの最初の1投目からクローズを狙える次の状態ってことですね。ただ、はい、この3本持ってクローズに行くっていう、はい、この考え自体が今風じゃないかもしれない、はい、でもう自分で考えたりするんですよね。結局今の時代3本持ってクローズして3本使ったら勝てないわけですよ。なんでクローズは1本だけかもしくは2本以内にクローズできないとどの道こう取られちゃうから、3本持ってクローズするのやったら1本プッシュするわみたいな、そのトリプルに入った時のことを考えると、はい、3本目がトリプル入るのめっちゃもったいないじゃないですか。そうですね、そうですね。1本でクローズ、これはブレイクの、あー、ホワイトホース、アワードを出してプレッシャーをかけてっていうことでもあるんでしょうか、ね。うんうん、まあまあ加点をするっていう意味はもちろんありますけど、ね、そうですね、点数です。点数ですか。まあ一番大きい陣地が17だから、はい、でブルに刺さりませんでした。西谷プロのバツ、まあ有原選手先行のレグですよね。そうですね、インナー、あとブル1本、うん、2本決めてきました。
いや精度が落ちないですね。そうですね。スタッツとか 4.78 にしたにプラ 3.6、うんうん、ちょっと互いにこう、なんかちょっと違うなみたいな感覚でのもしかしたらザンリングスタンダードポケットだったかもしれませんね。4レグ目スタン、0番ですね、はい、701ですね、セパレートブルケージのオープニングマスターアウト。さあこの有原選手1レグ目にファンパチ2回、そうですね2回出していました。そうです、はいはい、やっぱスティールダーツもめちゃくちゃうまいんでね有原選手、ね、ここはなんか有原選手得意なんじゃないですかね。やっぱちょっと首をかしげましたけど上についたっていう邪魔なんだと思 う、 なんか19かな17。あここはしっかりとサイド狙い直してトーン80横から行きましたよ ね、 ちょっとね横目から。これちょっと西谷選手ケツに火がついた感じになってると思います。うん、ここで140、ね、これ有原選手140出すとプレッシャーかけられるんですよね。さあどうなる。うん、100じゃちょっと足りないんですよ。140だと西谷選手にちょっとプレッシャーがかかりますね。これはどうですか。141、これは正直いい数字です、はい、外れるんだったら1の方がいいです。あ、ね、5に外れると下一桁が6になるじゃないですか、はい、6っていうのはちょっと19を1本入れていかないと、19か18個ぐらいですよ、はい、ちょっと面倒くさいんですよね。なるほど、うん、なんでここから先ずっと60狙ってればいいっていう、変なアレンジいらないですよね。20でもうひたすら削っていって、20段がトンパチトンパチで40の子です。素晴らしい。いやいやもう全然20狙ってていいです。あーここで140、もう変なアレンジ何もいらないんですよ。いいタイミングで1シングル1入りましたね。そうなんですよね。まあね、狙ってるわけでもないし、うん、本人が満足してるわけでもないと思いますけど、うん、どうせ外れるんだったら1が一番いいかなみたいな、なるほど、感じですよね。どっかに外れるとしたらって言われたら1かなみたいなね。ここは有原プロは何点ぐらい、これ100点以上欲しいですね。100点以上、はい、でもできれば180ですよね。あ、まあまあそうですよね。140でも結構十分です。来た、来ましたね。もう一本。うん、これで120残りなんで60、20のトリプル2本ですね。西谷選手はフィニッシュ圏内ではないので、はい、これは必ず120残りは有原選手はトライできます。大きく削ってきました。46点残り、はい、今タイム出しましたね。タイム出しました、はい、ゆっくり投げるんでしょうね。これはもうとにかくトリプル20を2本のつもりでもう投げて、ですね、でも枠を外してはいけません。ここがミスです。枠外していいのは5のトリプルだけです。ウィナー有原龍太。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ2広島ジャパン優勝有原龍太プロでした。おめでとうございます。さあそれでは今優勝されました有原龍太プロに一言いただきたいと思います。有原龍太プロ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すごく嬉しいです。今の決勝戦、西谷ジョージプロは、前回大会に続きの決勝戦ということで、まあ、そんな西谷ジョージプロとの対戦でしたがいかがでしたか。まあ、西谷選手とは何回も当たっていて、はい、本当に強い選手だなっていうのは知っているので全力で挑めました、はいはい、今の試合を振り返って、まあ、ご自身どのような感想をお持ちでしょう。そうですね、やっぱり、ね、決勝っていう緊張感が初めてだったんですけれども、そうですね、すごい緊張して、多分西谷選手も緊張してたんだと思うんですけど、お互いに
ね、いいところも悪いところもあったそういった試合だったかなと思います。はい、見事ジャパン初優勝ということですけれども、今やっぱりお気持ちはどうでしょう。本当に最高ですありがとうございます。はい、それでは決勝を見て、応援してくださった方々本当にたくさんいらっしゃると思いますので、その方に向けて有原プロからちょっと一言カメラに向かってお願いできればと思います。すいません。そうですね、今まで多分ダーツいろんな方と投げて応援してくださった方のおかげで優勝することができました。本当に応援ありがとうございます。おめでとうございます。ジャパン優勝有原龍太プロでした。おめでとうございました。